宇宙船のコックピットを苦しめる原因は何でしょう？何でしょう？何でしょう？よし、信号を受信したぞ。見つけました、キャプテン。よし、よくやった。一人のサインが消えました。攻撃準備だ。まっすぐ戻るよ。認証コードを送信してください。ジェイソン大佐。アウトバックのダニエルです。認証コードは TZ982。 ロジャー、認証の準備をお願いします。酸素レベルは 1% を下回りました。戦闘機2機のミサイルをメンテナンスモードに切り替えます。心配いらない。もしスラスターが光ったら撃ち落とすんだ。彼の状況です。ダニエル隊長、あと一人は死にました。状況を説明してくれ。詳しい光線規定は分かりませんが、これをご覧ください。ターゲットを撃墜することは成功しました。よっしゃ、ターゲット4、ターゲット5番を撃墜した。燃料はわずかだ。進行方向を変えて基地に戻るぞ。しかし基地に戻るときに奴が潜んでいたんです。何か探知したぞ。何か潜んでないか確認しろ。なんだ。ライザーは戻ってきませんでした。敵と交信はできませんでしたが、記録は残っています。逃げるしかありませんでした。戻ってくるんだ。ちょっと待って、キャプテン。この記録に矛盾点があれば帰還は認められません。冗談だろ、映像で見たんだ。直接確認したわけじゃないでしょ。他の映像も確認すべきだわ。私の部下も光線規定は理解してるぞ。もし近くで敵を見つけたら攻撃するだろ。そんな簡単なことじゃないわ。彼らはターセスと連絡は取れないよな。連絡が取れればスッキリするんだが。軍の光線規定をご存知ですか？確かにダニエル大佐は任務は完璧にこなしてるわ。よっしゃ、ターゲット4撃破だ。ターゲット5番を撃墜した。燃料はわずかだ。進行方向を変えて基地に戻るぞ。小惑星帯の中で何かに出くわしたんだろうと思うわ。なんだ。射程距離に近づいたぞ。ライザー、追い払うんだ。その後の対応が遅すぎた。エイリアンが攻撃範囲内にいた。彼らは錯覚、幻聴、幻覚を引き起こす。
飛行間隔の規定を確認してください。ミラの機体が失速したぞ。ミラの機体が失速したぞ。これは死なせないよ。すぐに援護が必要だ。ライザー、近くにいないんだ。状況を教えてくれ。はい、報告します。奴らは軌道の外に出た。十分だ。 DPH 注意、奴らは本気でぶつかってきたぞ。仕方ないです。我々を見たら戸惑うでしょうか。エンジンを戻せば。どうしたの？どうする？確認します。隕石の影響範囲を確認中。隕石の影響範囲を確認中。隕石の影響範囲を確認中。ターセスはどんな手段を使ってもこの宇宙船に乗り込もうとしている。そりゃおかしな理屈だよ。私の心配はいりません。宇宙船のコクピットを苦しめる原因は何でしょう。何でしょう。この記憶は変わらないだろ。アウトバック、彼女の言ってることは正しいか。信じてください。コンタクトを取りその場を抜けました。もし彼が不正を働いたら何て言うでしょうね。そうだな、お嬢さん、君に任せる。飛べ。無人機の燃料で酸素を注入し遠隔で使う準備をするんだ。少し時間をください。4分ほどくれ。4分ですか。4分も待てないです。落ち着くんだ。こちらから連絡する。この時間はデータセンターから映像記録を送る時間だ。政府の解析機関に連絡しデータ解析を依頼してくれ。戻ってきて。彼が動いたぞ。アウトバック、止まれ。規定通り機体をロックオンし撃ち落とす準備をします。了解、準備してください。なんで着陸しようとするんだ。近づいてきたぞ。射程距離ギリギリまで近づいています。ダニエル大佐、すぐに戻ってくれ。お願いだ。俺はこの任務で死んでも構いません。宇宙船のデッキに戻ります。ダメだ。キャプテン、燃料を空にして撃ち落とされ。それ以外の目的は。キャプテン、限界距離を超えました。キャプテン、撃て。全力で撃ち落とせ。キャプテン、なんでためらったんですか。これは公式な調査です。さっさとここから出ていけ。おい、もし彼が本当のことを言ってたら。それは管轄外だわ。